どうもこんにちは、今回はですねダイソーのガストーチ、こちらなんですけれども、以前ですねこのチャンネルで紹介した、500円というですね破格のガストーチになってます。でこちらのガストーチなんですけれども、今回ですね自主回収をされるということで、理由としてはですね使用中に、火傷もしくは火災の恐れがあるということで一部の商品にですね不具合が発生しているということみたいです。ちょっとね詳しい情報があんまりないのでよくわからないんですが、自主回収ということなんでもうこれをね使うわけにはいかなくなってしまいました。特に不具合っていうのを感じたことはないんですけども、自主回収ということなので、これ返す必要が出てきました。で、このチャンネルでもですね、このガストーチのご紹介動画っていうのを作りましたんで、注意喚起ということでですね、今この動画を撮ってます。でこちらを返品する場合はですね、店舗に実際に持ち込むか、もしくは着払いで、郵送したら返金してくれるということになっているそうです。これね、だいぶ前に買ったものなので、もうですね、箱とかレシートとか全然持ってないんですが、おそらくね、そういった方が多いと思います。何分ですね、こういったことが初めてなので、これを直接持って行ってですね、レシートとかない状態、レシートとかがない状態で、すぐにね返品してもらえるのかとかですねその辺をちょっと、実際に僕が行ってみて、確認してみたいなと思います。ダイソーの中はですね撮影ができないので、ここで一回ちょっとカメラを止めますけれども、まずねとりあえず返品に行ってみようと思います。すいません、ニュースを見てきたんですけどなんか自主回収のやつあ、これです。返品ですね。あ、バーコードあるけど、返品で。あ、いいですか。わかりました。はい。いい。はい、あ、すみません、ありがとうございます。どうもということで、レシートがなくても無事に、返品が終わりました。